どうもレンジです。今回なんですけど、次回の推理の道衣装やランク秘宝がね公開されましたので、こちらアイテム最新情報を見ていきたいと思います。早速ねこんな感じで、お墓守ね、前々からね墓守っていうの分かってたんですけど、壁画修復師っていうね SSR 衣装ね、もうね墓守は本当にアップデートでねめっちゃ強くなって、かなりね関係に来るんじゃないかって言われてるぐらいね、ちょっとモチベが高いキャラなので、いやマジでこれはゲットしたい。であとフレスコガっていう SR の携帯品、え何これ、絵になってるね、へえこういうなんか絵をつけるみたい。でアイコンにアイコン枠ね、今回の一式がこんな感じになっていますので、いやーこれめちゃめちゃ楽しみね。推理の道に関してはねめちゃめちゃ詳しく解説した動画がね1個前に投稿されておりますので、ぜひね無課金勢の方などはねゲット方法をねご覧ください。まあ、ちょっと回しながら見ていこうかな。はい、こんな感じで、いやーこの白いねSSR 衣装ね、墓守ねあんま衣装ないからめちゃめちゃ嬉しいよね SSR で。首飾りにみたいなところになんか鍵がかかってるね。でなんだろうこの鍵、光ってる。いやこれマジでゲットしたい。スコップもなんか普通のじゃなくてちょっと違った感じ、墓守りゲットしてこないとほんとねちょっとなえる、ぐらいの衣装になってますね。さあガンガン回して、でしかもねこの携帯品ね、まあどうせだったらねこの携帯紐つけてあげるとねなんかそれっぽくなるよね。で推理の道衣装なんだけど、なんかさ推理の道画面ちょっと変わったよね。なんか開いた時になんかこの201ってとこになんかフワーンみたいな金色のついてさ、なんだろうとか思って、でほら見てダイス愛好者のね画面がね、こんな感じで変わってますね。何が変わったかというと、システムは変わってないですね。まあ、このねダイス愛好者買うとこんだけね、なんと1800エコー分もお得だよっていう。でしかもこのねエモートももらえるので、価値300、特殊アクションも、無料お得だよっていうね、めちゃめちゃなんか画面すごいねセールっぽいけど、まあいつもとね内容は変わらないですね。まあすごくねお得だよっていうやつね。で俺もこれも今買えるのかな、よしちょっと試しにこれも買っときます。ダイス愛好者に関しては本当にマジでもう何度も説明したんですけど、結構お得なね、パック内容になってますね。改めて運営さんがねまとめてくれてたね。はい、1800エコーもお得なんだね。まあ100、まあ1シーズンね、120円2回でだいたい240円払うことができたら結構本当に回す、ガチャ回せるのでガチでおすすめになっております。初心者の方などねぜひね、検討してみてください。で、次ねシーズン22の、ランク秘宝も、画像公開されていますね。で今回墓守の、UR 携帯品不滅の日っていうね、おーすごっ墓守マジか、推理の道衣装も来るしランク秘宝も UR で来るし、でさらにね、あ兄ちゃん来た、これが僕は欲しくて欲しくてたまらなかった、やったぜマジで感動、これほんと可愛くてね UR のやつ似てるし、やったぜ兄ゲット。そう話戻すと、墓守はアップデートも来るので、まあ、推理の道プラスランク飛行もゲットしてアップデートでねさらに4回5回とかね潜れるようになるんですよ、ワンシャベルでおそらく。はい、なのでめちゃくちゃねこれは今回のはかなり豪華なので、まあただランク飛行なんでね、ランク版やらないって人に関してはまあ来シーズンねショップに出てくるのでそこでゲットしてみてください。で、こちらね SSR の携帯品、こちらまた悪夢の毒液室っていうね、いやマジか、悪夢ね結構最近多いね、なんか運営の推しキャラなのかな。でさらには小説家の SSR 携帯品、うわー増えないでくれちょっと正直ね、まあゲットはしたいんですけど、ちょっと小説家は恐怖症なんで、はい、まあこの携帯品が出てねちょっとあんま増えないことを祈るんですけど、一応ね小説家もね弱体化で入れ替わりするのにねクールタイムがプラス3秒とか、なってはいるんですけど、まあ強そうだよね。いやーこのねエフェクトどんな感じかちょっと気になるので、情報で次第ね、また動画にしていきます。でさらにはね、こんな感じで追加報酬のね、神髄の追加報酬のテーマアイコンが公開されておりますね。先に漁師がこれだ、漁師メリーさん空軍かな、いやマジかこれ誰グレイスなのか、これすごいね絵画っぽい感じのテーマアイコン、ちょっと漁師欲しいな、うん、めちゃくちゃ漁師欲しいんだけど、なんか今までと
で漁師だけちょっとこう別っぽい感じで、なんかジョジョっぽいというかさ、ネリーさんこんな感じ、いやこ豪華すぎない？てかなんか前のやつより豪華になってんだけど、うん、なんか俺漁師当てた時よりこのテーマアイコンに力入ってる気がするんだけどね気のせいかな。で180回でこれがね空軍の限定 UR 衣装当てた、当てた人はねちょっとこれも欲しいよね、これあの限定のアイコン。いや空軍ちゃんはやっぱり第五人格出てねすぐに出たキャラで、すごくねやっぱ思い入れがあるキャラだと思いますのでね、空軍ちゃん欲しい人は今回の機にねゲットしてみてください。以上がねこんな感じの内容になっておりますね。まあどんどんねここからまた最新情報出ると思うんで、はい、チャンネルチェックしてもらえると嬉しいです。最近ね生放送なんかもねランクも回してるんですけどね、はい、いやぜひぜひね遊びに来てください。一応録画も残してるんで、まあ、あの初期間のねランクマとあと参加型でね28カスタムっていうのを開いてて、みんなでねあの遊べる人遊ぼうの会で、ね、開いてますのであの暇な方はね参加待ってます。うん、マジで参加人数めちゃめちゃ YouTube 少ないからもうね何回も同じ感じでねあの遊びまくれると思うんで、はい。さあそんなわけで、兄ちゃんも到達して、でこれね100個ね持ち越した方がいいっちゃいいんだけど、まあ僕はね、今回このまま引いていきたいと思います。まあ100個持ち越しがねほぼほぼ濃厚かな普通は。うん、 OK いいよ。さらに神髄をゲットして、いやーだいぶ今回も回すことができた。ランクも回してたからねダイスゲットできるな。いいよ。さあ2000台。お、俺、久々2000台来た。なんかでもコメントとか見た感じ、3000台までも行ってる人もいるからね。3000ってすごいな。20面ダイス回さないと多分行かないんじゃないかな。3000台は。うわ、久々2000台来たぜ。いや、ほんとね、さっきの運営もね、このね、推理の道ダイス。まあ、課金登録してる人はね、ガチでおすすめ。うん。よし、ラスト11個。ここまで、おっしゃ、2000到達していく。いやー、今回ね、エミリー先生ね。はい、限定 UR。エミリー先生、ちょっとチャレンジしようかな。うん。エミリー先生、欲しい人はね、ちょっと逃さないように。で、なんか、新キャラじゃない、UR は、なんか結構出る説あるんで、うん。確率は変わってないと思うんだけどね。なんか出る説あるんで、ぜひね、ちょっとチャレンジしてみて。7月6日に、シーズン切り替わりってことなんでね、それまでに欲しい人はぜひねちょっとぶち当てに行きましょう。よっしゃ行くか、エミリー先生。いやもうこれ逃したらゲットできないっていうね。はい、行きます。エミリー先生カモン。おら、あー、いや最近俺当たってたからな、さすがにないか。お、兄のアイコン来た。やったぜ、行くぜ、ボイ。あー、ちょっと最近はビミノスですね。まあちょっとノーエミリーだね。お、やった、コンジのなんかちょっといけてる衣装。いいよ。さあもう一個あるのでこっち回してみようかな。よし行くぜ。こっちの UR は教授ね、教授来い。ええガチガチ、おっしゃ、焦らせないでって。え、でもまさかの、まさかの、あ、やったやった、パジャマ、ハリンのパジャマ衣装きた。まさかのシャワー2回目。え、また SSR ぶち当てることできた。え、ガチですごいな。え、マジで毎回 SSR で絶対に引き当てるんだけど、まあちょっとね、かぶりになっちゃったんでダイスに変わっちゃったんですけど、いやー踊り子も欲しかったな。いやー惜しかったですね。ここまでご視聴ありがとうございました。今回は推理の道衣装ね、墓守とかね紹介したんですけど、まあ何度も言うんですけど、墓守欲しい人はね、必ずねダイスをね少しでも来シーズンに持ち越してください。マジでもうちょっとでも多ければ多いほどね、楽になるので、はい、よろしくです。また第5動画出していきたいと思いますので、気になる方はぜひねチャンネル登録やいいねボタン、そして、Twitter などもやっていますので気軽にねフォローお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。お疲れんじ。